があります。はい。家の中、適当に、物を置くとめっちゃ邪魔なんで、もうアイテムボックスに入れましょう、斧は。ああ、了解です。ああ、アイテムおボッい。クスに。あ、入そう、れれるんすだ。げえ邪魔でしたわ、さっき。確かにね。あ、入れれるんだ、アイテムボックスに。入れます、入れます。だから、OK。そこら辺に散らかすのやめましょはい。う。え、これ、石はこれか。素材は一緒？石、いや、まず石と木で斧じゃん。ああ、そうか、ごめん、ごめん。なるほど。斧が一番効率いいな、多分ぽいよ。素材集めて。斧の方が体力ゲージ、物の体力ゲージ早く削れるっぽいんで。で、クラフト。とりあえず斧を作るマジでやめか。て、マジでやめてくギだリギさリい。間に合った、ギリギリ間に合った。ひどく石。で、どこ行くかほでんね、まにやめて。下だよね。下の、なんだった素材？見た？まだ見てない。俺見に行くわ。素材ま見だに行見くてわ。ないし。素材見わに行かきりまし。す。石がねえんだけど、さっきから。緑のやつ14個。燃料いらない。チェリーいらない。緑のやつ14個だから、木と石を14個あ、あなずつ。た。こ木と、れ、石を14個そう。ね。だからチェリーは、食材を、石が本格的ないんじゃだ。あ、ベリーは、食材をね、食材を。木と石14個ずつ、木と石14個ずつ。ああ、これか。石がないんだけど、石が。石すぐはね、石なくなるな。そう、石はなくなる、結構なくなる。石も頑張るしかない。これは緑の14個ってことか。入ってる石は。作れないんだけど。あ石。石がないねんけど。鹿倒して食料確保しといた方がいいの。何これ、バグってる。何これ、バグってる。石がない。おい、左クリックすると。何これ、バグってる。あ、バグってない。あ、石あった、石あった、やっと見つけた。おばちゃん、石あるよ、ここに。探し石、なかった、さっき。どこ。ねね、発電所、ここしか医療がって。発電所あ、の左。ここ。でもこれ、みんながいるから違う石行った方がいいかもしれない。いっぱいあるんじゃない？これ。まあ、14個ぐらいいけるかもしこれれない。さ、斧とかはさ、どれが一番いいの？なんか一応、木が切りやすいやつ、石が切りやすいやつとか、ちょっとした特徴があるぐらいで、あんま気にしなくていいっすよ、多ああ、どれでも分。いいっ2人てで感作っじてか。る。あ、誰かさ、家開けに行かない？家。あ、行く行どうですく。か。3人で行かない？ 3 人で。3人用のやつもあるからさ。あ、いいあと、よ、行物っく行てどこに入れるんだっけ？く行く行く。ここ？ここ。そっちはあるのどこか。右上ラです、右上。これか？あ、人が使っじゃあ、ちゃダメなの刻行こうよ。待ってるわ。OK。ちょっと待って。全部入れるわ。いらんもん入れるわ。俺もなんか行きたいっす。なんか行きたい人です。ちょ、ちょ、俺飯作ってから行くわ。お薬入れます。え、緑色のやつって電子機器のスクラップでしたっけ？家ってどこっつった？家どっか分かんないから、ちょっとみんなで行こうぜ。あ、探すの？家？そう。家探しに行くのか。固まった方がいいっしょ、それ。飯作っといた方がいいな。飯持ってたじゃあ、から。で行きましょう。よし、3人で行こう。3人で行こう。え、ちょっと待って、俺信用してくれる？嫌だ？あ、じゃあ僕。まあ、そっからだよね、まずはね。あ、ちょっと誰が一番信用できた？今この中で。決めよって、ランダムで決め、ランダムで決め、ランダムで決め、ラそンいダつがムチームを分ける。そいつがチームを分ける。ああ。ちょ、集まって、みんな集まって。集まってね。みんなどこにいる？発電所ここか。いや、ここなんだけここか。ど、これまあ22だったらいいか。4だったらいいわ。5部だ。OK。じゃあ4人で行こうぜ。とりあえず分かんねえから。じゃあ4人でどっか小屋探そう。適当に。で、小屋探して同時に押すとなんかあるのよ。なんか開く。なんか小屋みたいな。家みたいな。あるけどね、ちょっと遠かったイメージあるいや、わ。遠くてもいいんだ。遠くても、なんか物がね、めっちゃいいんだわ。普通にクラフトしてるより全然いいらしいから。1個目のさ、あれをやらなくてもその小屋開けられんの？出てくる。開ける、関係ない。とりあえずね、鍵を開ければ。ああ。
あ、多分こんな感じ、こんな感じ。ここで、ここ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 を、これ、これ、同時に押して、同時に押して、あ、いい押して。あ、クマクマうわやだだやだちょ、ピュッと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 殺して殺して殺してクマクマ強い。俺、動けない、動けない。え足が倒した死んだ、死んだ、死んだ、死んだ倒してない、倒してない、倒してない。危ない。あ、倒した、倒した。オッケー危ない。じゃあ、ここ、ここ、同時に。開け、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 同時押し、同時押し。オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、ここに、これ、これ開いて、開いて。で、荷物。はおぉ。いいだぞ。え、確かに、いっぱい入ってる。今、殴ってたやついる。殴ってたやついる。ちょっと誰だ、今。ちょっと、マジ誰だ、今。このケネジっていう。あえいや。殴ってたよ。途中から来たよね。お前、そうだよな。あガチな話ですか俺、マジで、さっきまでフォートナイトやっとって、なんか箱見たら悪くせやったっす。何これ、何これ。あ、ウサギになるやつか。え、ああ、はい、やべえ。とりあえず、とりあえず川の後で殺すか、後で殺すか、とりあえず殺すリスト一人入ったら。とりあえず戻ろ、とりあえず戻ろ、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 戻ろ。家戻ろ、家戻ろ。ちょっと待って、いや、小栗さん、マジで近い。いや、だからリーチ、リーチ、殺すリスト、リーチ、お前は。今のはリーチ。あ、リーチだからいいだろ。だから、ちゃんと信頼を止めるのせはゼロになるから、リーチから。いいシャンテル、いいシャンテル戻るから、お前はリーチ、リーチ。ほんまに近い。お前はリーチだから。歌うの早すぎないですか、ちょっと。違うんすよ、マジで。いや、本当にフォートナイトやっとったら。いや、でも、もうね、じゃあ疑ってかないと話にならないから、これ。今のはやったな。だから、みんなで決めないと。だから、うん、いや、ゴール目指した方がいいんだって。ちょっと分かってるけど、とりあえず殺すリスト言ったら、リーチっつって、リーチっつってたら、リーチだからいいだろ。ここで俺を殺してもいいことないですって。だから、リーチだからいいっつってんだろ。いやだって働き手が少なくなるんですよ。ここで俺が死んだら殺さねえっつってんの。リーチっつってんだよ。もうクックにマジで本当にちょ食べ物は食べ物。さあ4人また行こうぜ。4人4人また行こうぜ。4人4人俺揃って4人4人誰外出て外出て。じゃあ俺行くっす。俺行くっす。俺行ってめえばっかするっす。オッケーオッケー。じゃあこの4人これこれこの4人これこれいやこの4人この4人この4人これで下行ったじゃん。次左右左行こうぜ。左あ、やばい、俺素材落としてる多分。あ、こいつ殺す、こいつ殺す、こいつ殺す。シカ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 。あれ、ちょっとなんかクリックできない。オーケー。これ定期的に飯食わなきゃダメだろ。いや、俺腹減ってんだ。取れたの地下、投稿物資。え、よし、行くぞ。あ、これはこれ左小屋あるじゃん。小屋左これなんだ。これ小屋入れる小屋があった。多分木が2本ぐらい足りないだけ。あーなるほどね。あ、素材が取ってます。あ、木作って。素材。で、毛皮って何に使うの？教えて。毛皮。今作ってます。仕方？できたやつ入れるから。毛皮は何かの素材に使うんじゃないの？仕方する感じ？毛皮は素材ですか？素材、素材。素材じゃない、多分。何、まだ何に使うのかよくわかんないけど。え、てかもう第一段階もうこれクリアすか？いや、まだまだ。え、え、全部入れた？14個入れた？14個入れた？てか俺体力がないわ。薬草あったよね。あ、じゃあ、あ、クックに俺ベリーあげるっす。ベリーあげる。いやいや、じゃあ薬草なんだ。体力が。あ、薬草なんや。そうそうそう。いや、多分体力は薬草だと思う。あ、誰かパパちゃんは。そう、あ、なんか毛皮ね、なんかバックパックとかいうの作るのに使うっぽいよ。え、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。荷物が増える。持ってるアイテムが増える。あ、めっちゃいいじゃん。ちなみに、あ、ちなみに素材あと何個ぐらいいります？これでいいんだよな。これなんかハッカーって書いてあって、緑のやつは裏人側らしいんだけど、なんかどっか分けられるらしい。チェリーさ、全部さ、あれにしていい？チェリー全部飯作るよ。はい、大丈夫です。ベリー聞こえた？お前が笑うと気づくわ、俺。お前が笑えば気づく。はい、ベリーにします。全部ベリーにしたんで、チョーク入れときます。あとはい。視聴者数は。もう、素材14個っすよね。もうある？どう？聞こえました。石4、あの、キー14よ。どう？これ、R さんどうしました？え、なんか聞こえたって言ってませんでした。またか、またか、お前。誰かと喋ってた？
誰か喋ってた。ちょちょちょ、俺ハッカーって書いてあるの。あれあとハッカーだよ。待って、ちょ、誰か機械のスクラップ作ってない？ちょっと待って、R ってなんか自分で役職言い始めるの怪しくね。今、梅さんめっちゃ変な声をしたの。いや、待って。え？あ、いい。ちょっと、待って、機械のスクラップって、え？いらんやろ。ちょっと待って。あれ、これ切れない。ちょっと待って、俺、別にあの、保護観察ついて。ちょっと待って、機械のスクラップは作ってないよ。持ってっただけだよ。開けて。あ、聞こえながらいか。あ、一人で行くと怪しいのかな。まあいいや。あ、狼。翔平、危ない危ない。オオカミ見た。オオカミ見た。危ない危ない。次の決まりは7個。オオカミ見た。オオカミ見た。オオカミ殺しません。オオカミ、左の方にいた。いや、なんか、あれ無理か。黒人さん、なんか、ため息ついてませんでした。だから、オオカミいたんだよ。あ、そうなんですか。そう。殺されると思って逃げてきたんだよ。命からがら。戦えよ。本当ですか。でも、こっちって、僕、オオカミ見かけませんでしたけど。なんだお前、俺に歯向かってるのかお前。誰かいいぞ別に、いいぞ別に、いいんだぞ。いいんだぞ。俺が守る。パワハラ使ってもいいんだぞ。全然いいんだぞ。これ何？どこどこ？ちょ、カメラどいてね。これ真ん中だと一番効率いいから。あ、そう、なるほど。そう。強それ。あ、じゃあ俺左やるっす。左やるっす。オッケー、範囲攻撃だから。石いる？翔平。石、あの、電子機器のスクラップ使う。でも、梅さんはさっきめっちゃ怪しい会話してたんですよね。誰と喋ってたの？いや、なんか多分俺の勘っすよ。多分なんかミスな気するんですよね、その。人狼同士の会話の。ちょっとベリーが。ベリーがね。ベリーあるよ、ベリーあるよ。欲しい。って言った方がいいみたいな。謎の会話ベリーなんで欲しいの？ベリーなんで欲しいの？食べたい。あ、はいはいはい。あ、ベリーって肉回復するよね。あ、回復するはず。いや、どうだろう、知らない。置いた。はい。はいはい。あ、はい。はい。腹減ってきた。ちょ、誰かまた開けに行かない？へ、どこ箱開けに行こう。ちょ、4人集まる、4人。ちょ、1人で行くよ、俺。じゃあ、お前らそうって言うんだったら。じゃあ、行くなら行く。行こうぜ。行くなら行きます。行こう、4人で行こう。4人で。じゃあ、適当。ここ行ったっけ？ここ行った？ここがおらんよ。あ、ここ行ってない。下。ここ、3人、はい。あ、川野と一緒にいます。あ、そう。おお、3人じゃん。そう、ちょうどいい。2人。あ、いいね。まあ、俺、アイテム持ってないわ。緑の基盤、ゲット。あ、オッケーオッケー、いいよ。ね、緑重視で、あとはいらないから。オッケー、アウト、そうです。緑重視ね、緑重視。緑3個取ったっす。だ緑ないわ。もういけんじゃない？だ誰かが捨ててる可能性があるんだよね。で、次がさ、赤かもしんないじゃん。次、違うかもしんないじゃん。だ次のやつも取りに行った方がいいんだよ。多分。おそらくだけど。緑だけじゃないから、次もまたなんかいるから。じゃあ俺、ベリー食って、アイテム欄開けるっすわ。OK。ここ、一番左下。OK です。で、戻るわ。戻ります。ホーム戻ります。もう多分ね、集まってると思うよ。オッケー。とりあえず戻ろう。寒いよ。大丈夫。寒いから。確かに寒い。なんか持ってんじゃないの？あれ？これ岩か。てか、カバン先欲しいな。なんかの。カバン先欲しいわ。カバンとかあるんですか？カバン作れるらしいよ。カバンはね、結構なんかね、トレーターが持つイメージあるわ。あ、持てないの？こっちは。なんか、そんな暇ないんじゃない？このゲーム。あ、そういうこと？やべ、やばい、寒い。これ、個別でチャットみたいなのできたりするんですか？ちなみに。いや、トレーター同士はできる。オッケーです。あ、あれ、これって、あ、そっか。これ、満杯なんですよ、これ。ごめんなさい、上行ったんですけど、他の2箇所ど、誰か行きました？上開けてきたよ、俺ら。俺は下と左開けた。下と左開けた、俺ら。あ、オッケー。いや、この素材ってどうすんの？これそれを刺しが基盤作れる。基盤なくね？基盤これ左下にあるよ。一発作ってやるよ。これ落ちてる。基盤めっちゃ落ちてる。何必要なの？何？基盤、緑の基盤。
緑の基盤がまたいるんですか。え、違うの、緑の基盤刺したの、刺してないでしょ。もう刺したやつ。ちょっと刺したでしょ、1個目は。俺らが開けたとこ違うらしいよ、はい、目的地じゃないらしいよ。あ、ほんとだ、あそこじゃない、あそこじゃないらしい。オッケーオッケーオッケー、俺も1個目開いた、1個目開いた、オッケーオッケー。じゃあさ、もうハテナ3になってるじゃん。え、今なってんの、わ、なってるなってる、ハテナ3になってる、ハテナ3になってる、なってんだけど、ハテナ3。じゃあ同時に行こうぜ、俺下、下行く、下行く、一緒に行こう。はい、下、誰が行く。どこら？僕行きます。いやいや、じゃあみんなで行ってるから、みんなで行くから手分けしなきゃ。上も行きたい。そう、同時に。そうそう、上も行こうよ。上から行かんでいい。いや、上から行きます。これ3人で上行こう。じゃあ、アルさん俺下行こう。アルさん俺下行こう。あれじゃなかったらしい。あ、オッケーオッケー。アルさん、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一人ちょっと、ちょっと、ちょっと。あ、聞こえないか。行こう、じゃあ下行こう、下行こう。あ、上あるじゃない。あ、オッケーオッケー。皆さん、行きましょう。下下ね。一応、紳士同盟として、斧しまおうぜ。あ、いいよ、オッケー。そう、頭いいね。そしたらいいじゃん。いいね。モンストロに時間かかる。いいこと言うね。あ、上行ってないか。あれね、上違うらしいよ、あれ。上ってか、マジか。上と左、下と右なんだ。コメントできた。だから、とりあえず下を、みんなで開けて、手分けしないと。あ、なるほど。これだと思う、これだと思う。待て、今こんなん言うのあれなんですけど、うん。お前なんだ、誰かご飯持ってます？あ、びっくりした。持ってない、持ってない。持ってない。あー、ちょっと待って、開いた、開いた、開けた、あ、開いたと思います。あ、これ違う、これ違うじゃん、え、これ違うじゃん、これ違うよ、開いてたんじゃないの、違う、開いてたんじゃなくて違うとこだよ、もっとした、鹿いる、鹿、あ、これ、これ鹿やって、ご飯、あ、ご飯、焚き火あるから、もしかしてご飯食いつけるから、これ開いてた、ちょっと、場所が違うぞ、間に合わない、間に合わない、もっと下、下、あ、待って、下の、なんか、またハテナみたいなとこ行かなきゃいけないから電線、仕事しないと、仕事下行った方がいい、え、ある、下、まだ下ガンガン行ってるよ、まだガンガン行ってるよ、下、ちょっと待って、これある、あるさ、持ってきてないからやばいぞ、そうだ、でも薬草、あ、チェリー食え、チェリー食えじゃん、ちょっと斧装備すんね、チェリー食うか、あ、そうだ、ね、うん、俺もチェリー食おう、え、これドグラ君なんで来ないの、いや、あいつ怪しくねえか、くせえな、あいつくせえわ、いいような、え、なんで来ねえの、これ審議1だよね、審議1でしょ、ここで来ないわ、さあ行こう行こう行こう、あれ下、一番下来たけどね、一番下、え、なんでまだねえのこれ、なくね、あ、ここじゃない、ここじゃない、こここれかこれか、これか、あ、二人で行く、せーの、はい、3人じゃないこれ、いや、もう一回、え、3人、はい、せーの、はい、やってるこれ、ね、ソルジャーのみ、何これソルジャーって、ソルジャーって何これ、あ、俺が、うん、俺なんかハッカーって書いてあるの、うん、だからハッカーのみのところは俺で、ソルジャーもいるんだよきっと、え、なんで言わなかったんだろうそいつ、俺がハッカーだよって言った時、え、そんなないよ、俺ハッカー、どこに書いてあるの、ハッカーとか。じゃあ、俺の右上にイノセントじゃなくてハッカーって書いてあるの。あなたはハッカーですって。は？俺イノセントで。お前人狼？違う、人狼かどうかコメントで聞いたら、それはアルさん、なんか、なんとか分けれるよって言われたから、多分、俺しか開けられないところがあるんだよ。てか、お腹減る。俺何なんだ、わからん。あ、役職あるってことね。教えてくれないのにな、リスナーも。じゃあ、これきついね。え、なんだっけ、サバイバルだっけ、違う、ハッカー。ここ、じゃあ、ここ。ここはなんだっけ、ソルジャーか。そこはソルジャー。ここソルジャーのみしかダメだ。だから早くみんなに会って、ソルジャーのやつに。いや、てかもう、てか寒くて俺死ぬわ、これ。やばいぞ。焚き火ってさ、火とかあんのかな、わかんない。俺ガソリンは持ってるけど。ちょっと待って、作ってみる、ここ一緒に動こうよ。どこにいるの？危険じゃね？俺上に向かってる。上に向かってるよ。マジかよ。あのホームに向かってるよ。ホームに。寒いから。これやばくねえか。作り話の可能性一応、まあ今流行ってるから作り話。ここいねえんだけど。いや上ねホーム、とりあえず真ん中に向かって、ホームに向かって、とにかく俺ホームに向かってるよ。家入んないとまずい、家も入んないと死ぬよ。
てか、ザンディさんとケイセイさん、やばい。やばい、寒い。はい、あの、一緒に行こう。多分、一緒に行った方がいいと思う。はい、ここ、え？寒すぎる。え、じゃあ、ドグラさん。はい。誰か助けて、ザンディさんとケイセイさんと二人で、三人で上行ってさ、うん、熊出てきて、どこすか、どこすか。うん、あの、俺が来た方、俺が来た方、俺が来た方。俺が来たのに狼2匹いる。ケイセイさんと二人で熊と喋る。狼いないっすけど。言い方がわけわからんすけど。はあ。クオ。ダン取れた。飯ある飯。飯ある。飯ないんだよ。これどうやって焚き火ってどうやってつくんだこれ。焚き火。焚き火あるよ。どうやってつくんの？間に合った。どうやってつけるの？焚き火あるけど、うん。いや、なんか使えばよかったじゃなかったから。単純に。あ、本当ちょっとやってみようかな。ね、素材ってこれ今どこに持ってくの？あとさ、ソルジャー誰かいない？ソルジャー。あ、これソルジャー。ソルジャー、え、お前ソルジャー？うん。オッケー、じゃあもう一人、じゃあ、アルさん。下行かなきゃ。一緒に行こう。そう。いや、じゃあ俺ダメだ、ハッカーだから。あ、そっか。じゃあもう一人誰か。誰か俺と一緒に。誰か手空いてるやついない？誰か来て。手荒れてるやついない？翔平、翔平、翔平、一緒に。俺行ける。じゃあ、いただいこう。いただい、梅原行こう。いただい、梅原行こう。はい。あ、と、俺、飯は。あ、もう。いや、重要な、重要な任務がある。ちょっと、テンポがない。お前、食料やばい。じゃあ、食料だけど、もう近くの、歩いてて、もうチェリー拾う。それしかない。ちょっと、いただきてる。いただ、はい、来てます、来てます。左下。とにかく左下。あの梅原しか開けれない場所があったんだ。だからそういうのがあるから、そうなの。ソルジャーしか開けれない場所がある。なるほど、役職なんだ。役職あるっぽいんだ、これ。はいはい、ちょっと引っかかって。草。草食えんの、これ。食えたと思う。俺もびっくりした。草食べませんか？食べましょう、食べましょう。どうやって食べるの？ペちゃん。草食べれんの？草も。食べれるよ。ただ調理してないからそんなに効力は。ああでも体力が増える。体力だけだわ。ああ。まだ左下？左下め多分全然。あこっちチェリコ。チェリコ。あチェリコ。チェリみんな取ってしょチェリコ。チェさすがにチェリは持っといたから腹減ってるから。馬の肉とか食えればいいんだけど強えんだよなあいつら。そうそうちょっと体力減っちゃうからね。で食ってもう食っちゃっていいよもう食っちゃっていい。足りないけど、よし、あ、もうこれもこうか、いっぱいあるよこれ、すごいよ。確かに。あれ？寒さ、そうするとこれ殴りすぎてると寒さがやばいんだけどな。ただ腹減ってるもんね俺は。あ、そっか、寒さもあんのか。俺赤なんだちなみに。ちなみに君たち赤？いいよもう腹いっぱいよ。あ、オッケー、じゃあ、俺食べたら行くわ。俺も食うわ。オッケー行こう。はい。さあ行きましょう。左下。おい。左下行けないですか？じゃあ右だな。右。なんか、梅原しか開けれない場所があったんだよ。俺とアルさん行ったんだけど。あ、ここ。で、梅原真ん中。え？で、俺と多分アルさんがやりましょう。おお。あ、いた。オッケー。アルさんって何？あ、ちょっとアルさんじゃない。アルさんって何？梅原。誰がアルさんだと思ったの？間違えた。あ、拳銃あるじゃん。本当だ。拾えるんだ、これ全員。武器ある。ちょっと待って、これなんだ？でも拳銃作れたよ。一応作れたよ。いや、そうなんだけど、これさ、あれじゃね？意味なくね？あの、外れたことだ。ハテナが。じゃあもう帰ろうぜ。意味ねえわ。これハテナなの？ハテナ。ハテナの場所に来たの？え、ハテナの場所じゃない？違くない？ハテナの場所。とね、なんか電線が近くにあるんだよね。え？じゃあ俺リピーターだから知ってんだけどさ。てか一番下の方だと。電線が。うん。あれどこ行ったかな。下じゃない？一番下だったから。でも一番下のとこ俺来たけどな。さっきアラさんと言ったんだよ。あれ。あれ黒人いる？あ、ハテナじゃないらしい。今のハテナじゃないらしい。あ、違うんだ。やっぱそうだよね。電線辿ってって言ってる。なんかね。うん、電線？そう、電線が近くにあるんだ。あ、これで見えるらしい。え、そうなの？なんか見えんの？あ、見えんわ。本当だ。全然見えんわ。ただ、ちょっと遠く見える。ちょっと遠く見えるだけだ。電線？あーた、電線ある。そう、これに辿っていくと。あ、じゃあここだ。
これ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 ここだ。ああ助けて助けてこれまずい。ああやばい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 全滅です。そう動物強いんだよね結構。なるほどね。あ銃持ってたから銃使えばよかったか。銃だったら強いのかな。あ確かに俺も銃持ってたわ。あ銃使い方分かんなかったんだけど、なんかね右クリックして左だって。これ撃てんのかなこれ。死になそうになってんだけど。いや無理でしょ。無理か。無理だな。さすが撃てねえわ。こうなったらどうすもう終わりこれ。もう黒ゲージがなくなった。誰かに助けてもらえばいいんだけど、俺ら3人こうなっちゃったらもう誰かが来てくれないとダメ。そうで、だと思う。あの黒ゲージがなくなったら死亡じゃん。もうなんだよ、やっと見つけたと思ったのに、ちょっとどうすればいいかまだ見たかったの俺。今のところに素材集め持っていけばいいってこと？違う。あ、多分でもあそこがハテナが3個あったじゃん。どれが正しいか分かんないんだ。そう。サンジさん人狼だったんですか？あ、やっぱそうっすよね。俺とおばちゃん。ああ。いや、そうっすよね。そうっすよね。伊藤さん人狼だったんだ。俺とおばちゃんが人狼で。で、俺、川野と2対1作ったんだけど、うん、あの、川野が気づいて、ちゃんと逃げたっていう、結構偉いなと思って。あ、なるほどね、なるほどね。人狼作ったのに。そう。いやー、今、何を？え、なんか会話が怪しすぎて逃げてきた。あ、はいはいはい。ペンパッドは作動したんか。いや、修理が必要やから無理やん。R3 って絶対一人で行っても無理やん。え、どういうこと？いや、そう。ナオラン、いや、ドグラさんにこっちに来たんか。全然信じてくれへんかったっす。え、僕、いや、もうこれ無理やん。え、カオナなんで死んだの？俺、クマに襲われて死んだっす。一緒、一緒、俺らも一緒。クマとオオカミに囲まれて死ぬとこれ距離関係なく会話できるんだ。あかな。あそうっぽいね。そうっぽい。あとなんか E とか Q とか押すとあの誰かのとこにワープできるから遊びに行くといいよ。へえほんとだ。作ってたやろ。そうで一応妨害行為があって、はい、なんか1234でなんかちょっとしたあの小技が使える。はい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 。使います。いけんだろう。R くんにこうやってこう嫌がらせ、俺今使うけど、あそれ回復しちゃってる。あ、なるほど。俺は凍らした。え、R さん？そのいたさんって人狼だったんでしょ？あ、いたいた。あれ人狼だった。で、協力するふりを今してたってこと？ベリー食ってた。なんかいい感じのチャンスを伺ってた。ベリーをさ、こまめに食べなさい。あ、時間かかんの。これ今、これ1対2だったから、あの別に抗う気は全くなかったね。一番上のゲージ。一番上のゲージって何で書いてる？じゃあ例えばクマに2人が殺されそうになったら花も食えんでしょ。まあにかそれは俺まっすぐ逃げてた。あ逃げるの？とまっすぐ逃げて、じゃあ要はクマに殺されるとこを無視して俺だけ逃げるみたいなことをやったと思う。したらはぐれたとか言ってごまかして戻ってきた。なるほどね。はいはいはい。これ形式さんですよね。あでも確かにおもろいな。おもろいな。素材をどうしていいか分かんない。最初の素材は多分初めの段階では作るんだけど、その後は多分ハテナに行けばいいだけで、まあ、2段階目はもういらなかった気がするよ。あいらないの？いやあ2段階目の物資いらないの？伊田さん体力が回復するいらなそうだよね。だちょっとコメントくれるといいと思います。うまいことやられた。あ確かに欲しい。どうなんすか？さっきの電線のところは何だったの？あれは、あ、いろんな、つかみんなどこ行ったの？あれは第二チェックポイントで、あの、あそこに行ってヘリを呼ぶと、あの、ヘリが来て第三チェックポイント行って、それでクリアになるんだけど、ヘリを呼ぶ前にクマにやられちゃったって。で、ヘリを呼ぶための素材が必要なんでしょ？いや、素材は多分いらないと思う。いるパターンもあるって、いろんなパターンがあるって。あ、そうなんだ。うん、いるパターンもあるって、いらないパターンもあるって。え、で、しかも俺らのとこって正しかったの？あのハテナは。それは分かんない。もう見れなかったよね。ああ、そういうことね。はい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 。なるほどね。あはいはいはい。今見に行ってもいいけどね、なんなら。ああ、確かに。3分の1だったけど。どこだったっけな？
トグラがクマに殺されました。あとほとんど生き残ってねえぞ多分。これ人狼側の勝ちってことだもんね、このままいくとね。いや、これでそのケイスケさんが最後まで残ったらケイスケさん勝ち。ああそういうことか。そう、もしか時間切れになっても人狼が勝ち。いやこれ終わりでしょ。え、てか今の誰やったんですか。俺とケイスケさん。あ、そうなんや。え、あれみんなクマに殺されたんですか。そう、俺もクマに殺されて、ほぼ全員クマにやられて。いや、クマ強すぎません。全然強すぎる。ゲーム進行関係なしっていうね。クマ強すぎてビビりましたわ。俺もクマに殺されました。いや、強いよね。いや、てか強いよ、見れないのか。人狼なんだもん。あれ、こっちもあったな。どういう動きするか見とこう。え、っていうか俺いつの間にかトランシーバー拾ってたんですけど、俺イタダンさんの拾ったんか。いや、わかんない。どこで拾ってんの、わかんない。トランシーバー、トランシーバーは一応あの、うん、赤いのが多分トレーターなだけで、いや、俺赤拾ってました。あ、そうなんだ。じゃあ、いや、わかんないな。ケース死にそうじゃん。てか川野合ってたな。川野の疑い正解やったわ。でも川野でしょ。川野本物だったらしいよ。2対1作ったんだけど、うん、バレてそれが。いや、あー、いけない。しかも、あー、終わっちゃった。川野、ケイスケさんの現地で気づいたんですよ。うん。あ、終わった？そう、終わりました。終わりました。ちょっとトイレ行ってきます。じゃ、また再マッチを押して、再マッチ。はい。再マッチ、みんな押しましょう。はい、再マッチ押して、僕も、ね、あの。え、何？今のドグラのさ、トランシーバー釣り？釣りっていうか、僕、いつの間にか拾ってて、話しかけたら、ケイセさんが会話してきたから、これ、あれっすね、これ、あの声真似したらワンチャンいけますね。黄色いやつも持ってたから、トランシーバー黄色いやつ持ってたから、それで声かけられてんのかなと思って。マイクが入ってなかったのか。あ、赤です、赤でした。あ、ってことは、イタザンのやつ拾ったってことね。いや、そんなことないと思うけどな。あ、待て。あ、待て待て待て。一回キャンセルします。あ、ちょっと入れた。トイレ行ってきます。よしよし。僕、ケイスケさんに無言で殺されたんですけど。うわぁ。え、オオカミとか言ってなかった。そう、オオカミ。それ、あんな殺す。うん。殺すでしょ。R さんに、R さんに助け求めたんですけど、なんか R さんブツブツ言ってどっか行っちゃったんですよ。そう、R さんね、ずっと一人でブツブツなんか言ってて。R さん何？何だったの？人狼？うん。いや、俺ハッカー言った。あ、ハッカー、ハッカーか。ハッカーって何？なんかハッ、ソルジャーとかハッカーとかあるんでしょ？役職でしょ？そう、ね、人間には、市民には役職があって、その役職のやつしか開けれない、ドアありました。行くと分かる、行くと分かる。あのハッカーとか、俺ソルジャーって書いてあって、ソルジャーのやつを呼びに行ったんだ。だから逆に開幕。え、イタザンいつ死んだの？俺はクマにやられました。バカかお前。いや、5人ぐらいクマにやられてるから今回。あ、マジか。黒人さ、うん、あの役職って被ってる場合もあるの？例えばソルジャーって2人いたりすることある？いや、多分ないんじゃない？あ、いや、でも俺さっきシーフでしたよ。だったらさ、そのソルジャーってさ、さっき言ったじゃん。うん。で、俺がソルジャーだよって俺言ったじゃん。うん。他にもソルジャーいたら、もうその時点でそいつからしたら、あ、重量こいつだって分かっちゃうと。そう、敵で分かる。そうだね、分かる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 。でも、すいません、人狼でも、きました。あ、はい、人狼でも多分そんな感じ。本当の人狼でも、いや、俺がそうだってって言い張るから。でも俺らからすると梅原は自身分かってるけど俺らは分かんないんだ。あ、はいはいはい。そうだから、それで話し合いになるんだ実際。てかさ、はい、あの最初あの川野と俺と板山でさ3人で小屋に行ったんだ。であの熊に襲われて、で、うん、あの板山がさ熊に切りかかったんだけど、あのまずは熊っつって攻撃し始めて。いや、そうそう、あのまずクマから、まずクマから倒そうとか言って、そう、あの面白いかなと思って行ったんだけど、川野がそれに異変に気づいて、まずっていう言葉に気づいたんだ。こいつらやべえって速攻撤収したんだよね。そうで、川野はあのその後どうしたの？いや、ドグラさんに言ったけど、なんかドグラさん
から帰ってきた返事は、とりあえず川の斧持つのやめてって言われて。まあまあみんな疑心暗鬼になってるからね、確かに。マジで。だって、俺と川の二人でヘリパッド行ったの。ああ。二人で行って、で、そういえばマジで二人っきりやなって思ってたら、川野がいきなり、斧持ちながらそんな話しだしたから、あるのって。で、斧だけちょっと、斧しまってくれ。あれ、だいぶ怖かった。なるほど。俺、川野さ、俺、助け元に行ったやん、川野置いて。はい。あの後戻ったら、途中で、多分なんか、小屋に戻ろうとした川野の死体発見して、で、その後、梅原さん、板田さん、黒人さんの死体発見して、俺も熊に襲われて死んだ。全員熊だよね、多分ね。熊が強すぎるわ、これ。熊やばいっすね。でもやっとわかったよ、熊。声しなかったのか。熊、うん、俺ら倒したよね、でも。倒した。板田と俺で。倒した。いや、もう一匹いました。あでも それまた違うと思う。だからいろいろ、要はそのみんなでちゃんと切りかかれば多分大丈夫。で、あとさ、ちょっと、で、これちょっと先に言っときたいのが、ナウマンから言われたのが、結構あいつやりすぎて詰めたんだって。そうすると、市民側の行動とかめっちゃ効率化されちゃって、すごいやりやすくなっちゃって。で、そうすると、人狼がマジきついんだって。だから、逆に、もう今、その各自が動くだけで、各自が考えるって動くだけが一番いいと思う。みんなで決めて、これやろう、これやろうってやっちゃうと、多分人狼が何もできなくなっちゃうから、なんていうの、これぐらいにして、なんだろう、面白かったねっていうぐらいで、反省会はあんましない方がいいのかもしれない。もしかしたら。ああ、なるほど。一応、なんかその設定とか、もっと、なんつうのかな、ルールだけは理解した方がいいけど、もっと、なんか、なんつうのかな、あ、疎通ダッシュみたいなやつがあって、うん、こっちだと多分バランスが良くなってるみたいなのがあるっぽい。あ、こっちはバランス悪いんだ。悪いっていう か、 だからそれ最適化したらこうなっちゃうみたいなのが、あ、まあありがちなんだけど、多分そのルールとかにもよるから。あー、なるほどね。全然俺らがやる分には全然大丈夫だと思うよ。あ、てかゲームバランス変えれるってカスタムできるって、あ、じゃあ全然大丈夫だね。うん。じゃあまず一回さ、ちょっとまあ、これからまたやるかどうか知らんけど、一回ちょっと市民がちゃんと勝たないそうだね、一回脱出した方がいいよね。人狼にやられてるだけじゃないじゃん、俺ら。ただ死んでるじゃん、自分で。クリアできてないから。ね、でもさ、一応俺が お菓子食ってます。クリアするだけだったらさ、人狼も協力してやればいいんじゃないの。いや、それだとちょっとさすがに寒いじゃん。それはダメ。俺、一応リピーターだからさ、みんなを導きたいんだけどさ、俺3回連続トレーターになっちゃって。そういうことだね。はい、そうなの、みんな謝ることしかできないっていうで、次はあの導くんで、まあ、どうなるか分かんない。あと、あれ、いや、さっき の、 あのヘリパッドの修理始めたら獣が来るっていう書店殺しなかったらいけてた感ありました。え、何それ、ヘリパッド、あ、そっか、なんかあったな。そう、ヘリパッドをあの修理しろって出るじゃないですか、2回目。うん、で、ヘリパッドのなんか修理のボタンみたいな下にあるんですけど、うん、あのヘリパッドのボタン触ると猛獣が襲いかかってくるんですよ、絶対。は？ああ、なるほどね。俺それでだから、あ、マジか。俺と川の2人で行ってどうしようもなくなって積んだんで、あれは大人数で行った方がいいと思う。じゃあもう全員で行った方がいいっすね、あれ。ということは正解引いたら押さずに帰ってくるんだ。正解引いたよっつって言って。ああ、正解かどうか分かんなくない？いや、だってヘリパッドのボタンがあるんでしょ。俺らはないんでしょ、他のところ。そう。いや、それは多分素材がないパターンはそういう猛獣が来るっていうやつで、それはパターンによるって話なんじゃないの。あ、そうなんだ。じゃあ外れだったってこと。いや、どうなんですかね。いや、それはみんなで行ってクマ倒せばもうヒレパッドが来るっていうやつなんでしょ。マジか。普通はボタンを押したらまたなんか素材を用意しろとか言われて、また素材を埋めに行って、そしたらヘリパッド呼べるとか、うん、そういう感じかな。敵が出るパターンもあるよね。あ、なるほどね。はいはいはい。ちなみにさ、ラウンド2でさ、ハテナ3つあったじゃん。あれにたどり着けた、ハテナまでたどり着けたやつって何人いんの？俺と梅原と伊田さんはたどり着いた。俺と僕は見たじゃん。じゃあ、あれ違うの？あれ違うの？俺と、梅ちゃん、あ、じゃあ、アルさん言ったやつ違った。あれ普通の家。え、あれ違うの？あれハテナじゃなかった。あれね、ハテナはね、必ず電線につながってるらしい。なんか。いや、それで。うん、それ聞いてコメントで、で、電線たどっていった先が僕それやったんですよ。たぶんそれ正解っす。そう、電線が、電線から電線が。
全部電線あるんじゃない？ハテナに。多分電線あるんだろうね。多分ね。そう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 。いや、ハテナにたどり着けなかった瞬間に、マジで家に戻るしかなくなって終わるんだ。うん。だから絶対クリアできないから、ハテナの生き方があるんだったら、それは絶対やった方がいい。多分電線だね、電線、電線。最初俺にトランシーバーくれたんだっけ？あ、はい、僕っす。あれでさ、俺、黄色と赤があるんだけどって言ったんだけど、あれ気づいた？いや、全然気づいてないです。あ、本当気づかなかった。なんか俺多分そのトレーダー側のあの赤いやつと黄色いやつ、これどっちっていうのを聞いちゃったんだよね。なるほどね。はい、やっちゃった。そう、だから そこでバレたかなと思ったんだけど、誰も気づいてなかったっぽい。クソバカじゃん、はい、それ。あとさ、梅原さん、うん、あの僕がお菓子食いまくったせいで梅原さんのリスナーが結構怒ってるっぽいんですけど、謝っといてもらっていいですか？ごめんなさい、怒ってんな、すいませんって言っててください。あ、どぐらおかしくさ、お菓子の音はしたけど、ちなみになんですけど、あのソルジャーとかハッカーとか、その役職をバラすのは OK なんだよね、はい、あらかじめ。俺さ、初めに俺ハッカーって書いたんだけどって言っても疑われてさ、ビビったんだけど、うん、だからそれさっき俺も言ったんだけど、なんかそれ言ってで、まあ、言っていいんだろうけど、すぐに分かる人には分かっちゃうよね、あいつ人狼だって。おう、嘘ついたら。そうだよね、うん、そうだから、それありにするのかなしにするのかよく分かんねえな。いや、だから多分その役職言っちゃうと、人狼側にとってすげえ不利だと思う。あ、そうだよね、どんどん見バレしちゃうもんね。そうそうそう。え、人狼側がソルジャーになってたりすることもあるの？だったら話変わる。絶対ないはず、それは。ないだからそれは、そう、で、だから人狼側がソルジャーって名乗ればいいだけの話なんだ。俺がソルジャーだよ。本来、8分の2な確率なものがさ、2分の1までいくわけじゃん、割れたら。そうだね、うん。どっちかがもう人狼になるわけじゃん。8分の2の確率のはずのものが2分の1になるわけじゃん。うん。とは宣言するって、めちゃくちゃそのハイリスクなわけだから。うん、え、とりあえずどうします？もう一回やります？あ、じゃあ準備。俺は全然やるよ、いいよ。あ、待って、はい、まあ、みんな行けますか？僕は行けますなら。行けますよ。行ますか？ちょっとラスかな。オッケーオッケー。ラス1気味にしますか？ラス1、ラス1にしましょうか。ラス1です。ラス1がいいっす。じゃあ行きます。頑張るか。頑張るか。市民勝ちたいっすよ。頑張るか。勝つぞ。いや、眠いよ。ぶっちゃけ眠いよ。あ、よし、効率的にいかねえ。目標近いです。誰か行きませんか？